作家の使い方のためがすごくあることと、はいはい、腰の使い方、捻転さ、あとはまあ体の使い方とかっていうところが一番飛ばしの秘訣として現れてくるところだと思います。もっと飛距離アップをさせていくにはどうしたらいいですか。このモーションキャプチャーはこれ上から見て、はい、杉山さんの体の中を透かして、今線がこう出てくるの分かると思うんですけれども、はい、これが骨盤の中心がスイング中にどう動いているかっていうのを、でまずテイクバックでは骨盤が少し今後ろにする、でこれプロでも前に行く人もいるし後ろに行く人もいるんですけれども、で今トップの位置でちょうど骨盤がこの位置に移動してきました。アドレスと同じぐらい、そうです、同じぐらいのところに、今移動してきて、で今度色が変わってきたところがダウンスイングです、すごい後ろの方に行っちゃうんですね。少しそう、ちょっとねこの腰の使い方、捻転差はあるんだけど、腰の使い方っていったところをもう少し改良すると飛ぶ可能性は出てくるっていう形で、もっとこの中心にずっと入れた方がいいんですかね。そうで、これ飛ばしの人のやっぱ共通点でいくと、インパクト、ダウンスイング以降、この腰がもう一つ大きく後ろまで、こっち側ですか。後ろの方まで。あ、私は右に行っちゃってるからあんまり良くない。少しこっちにこう流れてくる形になるんで、そう、お尻の使い方でいくと飛ばしてる人の結構ね共通点でいくと、左のこのお尻が元の位置よりかももう一つ斜め後ろのところまで入ってくるっていうのが結構共通点としてはありますので、捻転差ある中でも腰をもう一段階ちょっとこう動かし方っていうのを、そう工夫してあげると飛ぶ可能性はすごくまた出てくるんじゃないかと思いますので、そう、だから結構前にグーッと、で後半で後ろの方に、そうです、でもこう見ると全然動き方って違うんですね。使い方が変わってくるんで、ダウンスイング以降を、そう、杉山さんにちょっと後ろにぐーっとね、腰が移動していくタイプと、逆にちょっとこう前に行くってタイプっていうのが出てくるんで、結構左の腰、お尻の動きっていったところなんかが結構ポイントになってきそうな、感じになると思いますんで、わかりました。はい、ちょっとイメージしながらやってあげてみてください。縦に動く人もいるし、逆に横にこう動いてお尻を使っていくタイプの人、全然違いますよね。そう、動きが、使い方が変わってくるんで、やっぱり原プロなんかはどちらかっていうと飛距離を出していきたいっていう、でスイング改造なんかもね、いろいろ、そう、もともとやっぱりこう飛距離がありますよっていう飛ばし屋ですよっていう人を測ると、どちらかっていうとちょっとこう縦に近い感じで使う人が多いんで、飛ばしたいっていうお客さんすごくいっぱい来るんですけれども、やっぱここら辺の腰の使い方、さっきのあのインサイドからアタックがかかるとか、それはもう絶対条件なんですけど、それ以上に飛ばしていくっていった時にも、この辺の動きっていったところを、そう、少しずつ変えていくような形になってくるんで、ここは本当ね、ビデオだけじゃ全く見れない世界になってくるんで、そうですね、こんな細かいのは見れないんで、プロによっても動き方は人それぞれだよっていう感じになると思います、似たようなスイングをしてても、アマチュアの人にこうやる練習ドリルでいくと、結構ね、いろんなインストラクターの人もやってるんですけど、壁にお尻つけて、振り上げて、で左のこのお尻で壁をしっかり当てる練習、そう、叩きなさいっていう、これが結構飛距離には結びついてくる練習になるんじゃないかと思うんで、腰の動き方をちょっと改造して。また飛距離がアップ目指したい。伊藤さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ちょっともう普段見れないようなことが見れて面白かったです。はい、ありがとうございます。特にそのこうモーションキャプチャーですか、をこうつけて体の内部まで、そうです、内部というかまあお尻なんですけど、の中心線まで見れるっていうのは本当他にはないと思うので、次飛距離をどこで活かせばいいかっていうのが今回分かりました。はい。
お尻の動き方。そうですね。ちょっとこう後ろに行き過ぎてた。はい。で、ここは一般の方でも使えるんですか？そうですね。一般の方も、ウェブから予約していただくと、もうすぐに空いてる時間で取れますので、はい。ぜひ皆さんお越しください。自分のスイングを詳しく知りたい方は、ぜひ来てみてください。はい。お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。